で涼しでございますけれども、えー、皆さん大好きな大好きな高感度モード今えー、っと4万 <laughs> 4万だよ、えー、まあこのカメラはこう使うしかないよね超暗いとこで撮ってますけどもまあまあナイトビジョンみたいだねこれねあどうなのどうなのかしらこれよいしょ 今はですね、アクティブ手ぶれ補正で撮ってますけども、うーん、うーん、まあ、すごいね、真っ暗だよ。自分の手なんか見えないのに、あの、ほとんど、ほとんどもう、見えない世界が見えていくから、やっぱりまあ、こういうのは、感動するというか、見えない世界だからね。うーん、まあ、不思議な、不思議な世界だから、まあ、こういう映画を撮る、 っていうことじゃないかな。で、音はですね、あの、嫌い。このマイクの音は嫌いだな。あの、まあ、今は、あの、あれだね、オート指向性じゃなくて前方だけにしていくから、まあちょっと、まあまあいいんじゃねえかと思うけども、オートでもう50センチ超えたら無理だね。あの、マイクはね、あの、本当に手で、手を伸ばして撮るときのオートって感じかな。 うん。なので、ちょっとやってみようかな。まあ、さらにですね、ダイナミック手ぶれ補正モードっていうのにして、えっ、ー、と、マイクの試行性は、オート。オートで、まあ、今、手いっぱいだから50センチ前後だね、これね。えっ、ー、と、違う方向向てみましょうかね。よっこらせ。これで喋って、どうなのこれでいいのうん。なんか <laughs>、ええー。うん。まあ、歩いてみてるけども。 まあ真っ暗なとこでよく撮れるね。この覗きカメラはどうなんでしょうかね。うんという感じで、よっこらせと。よいしょ。自分の方に向けましたけれども、オートフォーカスが来た来た来た。これでオートフォーカスは合うんだもんね。すごいね。いや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 、まあ特殊カメラだよね。だからまあこれが、えー、っと、ダイナミック手ぶれ補正だけれども、まあこの画角でしょう。ちょっと待ってね。 これでアクティブ。どうかなどっちがいいのだろうかね。うーんまあ、変態カメラだね。俺みたいに夜行性人間にはいいかな。夜中の Vlog 気持ちいいかもしんないね。うんまあ、これだけは楽しいよ、やっぱり。あのー、これで作品撮るのかって言ったら、これは、こんなので作品は撮らないと思うけども。まあ、ちょっとライトの下まで来たら、どう 街灯街灯の下で、うん、ホワイトバランスはね固定してます、えー、こんな感じ青いのかなこの光はちょっとね、うん、まあ夜中だからさそんな大きな声では喋れないからなんか適当な感じで喋ってますけれどもまあどうアクティブティブで補正で大丈夫、うん、まあこんな こんな夜中のインプレッションでした。 いうことで、春風鈴さんでございますけれども、まあ今、外を歩いてきましたけれども、まあいろんなことが分かりましたね。やっぱりね、この、今、ま、今もそうだけれども、えっ、ー、と、ZV-1 のマイクですけども、手を伸ばす範囲までにしかチューニングされてないから、それ以上離れていくと、急激に音質が悪くなるね。あの、逆にだから、何えっ、ー、と、前方だけにした時で、 手で持ってやったら音悪かったね。で、あのー、手で持って自動方向に変えると、まあ良くなったね。まあそんなのもあるからなかなかこのマイクもまだまだチューニングが甘いね。まあ今後、まあ本当は俺がソニーさんここはこれじゃダメだよみたいなこうアドバイスしたいぐらいだけれども、おこがましいかな。うん、にしてもまあちょっと音に関しては、 まあちょっと嫌な感じかな。うん。そんなに使いいマイクではないね。ちょっとし、ダメになった時に急激に悪いから。うん。だからまあ5年ぐらい前のアクションカムみたいな感じがするかな。5年までいかねえか3年ぐらい前のアクションカムぐらいのまだノウハウって感じかな。だからもうちょっとだね。このやっぱりこの うんあの位置に3点マイクじゃちょっと無理っぽいよね。アルファセブシーの音の方がまだいいね。アルファセブシー前にマイクがついていくから、そういう方がいいね。だからもうあと2つぐらいマイク足さないと多分きちっとした音取れないよね。上だけじゃ無理だってことだよね。だから後ろから撮った声はとても良かったんだけども、あの前に回るとどうしても音が痩せてってるから、まあその辺は難しい電、ね、話、ま、だね。ちょっと進化が足りないね、この、 音に関して言うとね、うん、本当はこのソニーとかアルファとか書いてあるあたりに、あの、マイク、前方マイクをもう二つつけないと多分、きちっとした音にはならないかな。それから、50センチ以上離れてちょっとライブっていうか、その離れた声になった時に、あの、位相ズレが出るね、あの、エコーがかかったあの、なんかガラガラ声のようにして聞こえてた。前回の動画がそうなんだけども、あの、ちょっと、 ダメな音になるね。だから、あれ、ああいう音を出しちゃいけないよね。あのー、だったらモノラルに変えろって、<laughs> モノラルに変えろってことなんだよね。モノラルにすればもうちょっとそこは抑えられるんだけども、要は、えっと、左右のチャンネルの位相がずれていくから変な音になるね。だから、音はやっぱりこのカメラは期待しちゃいけない。 あのー、うーん、だから Vlog 的にこの近くで喋ってんならまあ、なんとかなるけども、あのー、それ以外の撮り方はちょっとこの、あのー、内蔵マイクでは無理だね。50センチ以上離れると、やっぱりショットガンみたいなつけないと無理だね、この場合はね。うん、だから本当に狭い、あのー、射程距離の狭いマイクだね、この内蔵マイクはね。うん、まあ、 っていうのと、ま、あアクティブ手ブレ補正は、ま、あ今まで通りだったけれども、えっ、ー、と、ダイナミック手ブレ補正は、まあ、ちょっとこの改造感みたいなのは、ちょっと、わかんないっちゃわかんないね。あの、4K っぽく見えてるけども、ちょっと、く、暗いところでやって、急が感のが上がっちゃってから、それもちょっと明日、あの、外で、あの、使ってみたいと思うけど、それにしても、あの、こんにゃく現象 に近いような、ちょっと空がこうブレて動いてたね、なんかね。だからその画像処理で、あのー、手ブレを抑えてるみたいだから、単にクロップしてこうやって動かしてるっていうよりは、うん、なんか画像処理をうまくやって、つまり、えー、読み出してるタイミングが違うっぽいね、上と下でね。その辺もあるから、まあ、 不思議な絵になってたな、という気がしました。ただまあ、うまくはまれば、ジンバルショットみたいなことには使えそうだから、まあ、いいかな、みたいな気がしてます。で、今ここで撮ってるレンズは、えー、っと、VAF24mm は、やっぱり、いいな、あのー、やっぱりこのレンズの発色のおかげで α7C も綺麗になってたところがあって、そうすると、この ZVE1 にも、 v f すごく相性いいね。あの、このセンサーに相性がいいって言ってもいいんだけど、あの、いいでしょこのぐらいの感じがね。あの、っていうとこなんで、えっ、ー、と、ZVE1 と v f 両方買った人、おめでとうございます。よかったね。よかった。あの、これは俺も使ってもいいなって感じがするね。このセットでいけばね。うん、なので、まあ、この辺はいいんじゃないかなというふうには思います。で、 えっと、もう一個ね、えっと、画面の横に出るタイル状のメニューの出し入れ簡単だった。画面をシュッてやるとピュッて出てきて、あ、シュッて内側にやるとヒュッて出てきて、ヒュッて外にやるとフッと消える。まあ、この辺もスマホチックっちゃスマホチックだね。要するに、画面内をス、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 スワイプする。ね、スワイプすると、いろんなことができるという感じで、この辺もスマホチックで、 あなるほどねっていう感じでした。うん。っていう感じだね。まあ、あとはまあ、ちょっと感度の話はあまりしてなかったけど、まあ、さすがに感度が高いね、これ。ばっかみたいな。な本当だって、歩いてて自分のさ、あの、なんていうの手相が見えねぐらい暗いんだよ。それだって普通の体に映っちゃうんだからさ、この、やっぱり、カメラっていうか、このセンサーは化け物だね。なので、まあ、これを手に入れちゃった人が、まあ、 普通の感度のカメラに戻れないっだからまあ麻薬患者みたいなもんだよね。あのーもううん、この感度に慣れちゃったら普通には戻れないよねって感じだけど、じゃあこのカメラ用の、つまりこのセンサー用のライティングっていうのを考えなくちゃいけないんだけど、 いや、難しいね。あの、とにかくね、今回ね、ちょっとま,あまだまだファーストインプレッションから抜け出てないんだけど、何が難しかったかっていうと、まずそのおまかせモードにした時にホワイトバランスが固定されてしまうっていうところは非常にまずくて、何かっていうと、例えば ND フィルター入れたら ND の色かぶりが出ちゃうから、あの、それが補正できないんだよね。あの、ホワイトバランスでね。 だからそこが非常に困ったね。あの、ND。で、ND なしってありえないね。このカメラの場合はね。なので、ちょっと外で撮ったら、まあ、そんなには変わんないけど、こういう部屋の中のライティングの場合に、今だって、これ、1 100分の 1F2 の、えー、っと、125分の1っていうの撮ってんだよ。あの、半絞り絞ってんだね。開放よりもね。なので、まあ、もう、もうちょい、もうちょい開けろ。えー これで開けたら今もう、あの、ISO 感度が足んなくなっちゃって、今点滅してるぐらいの感じがな、ISO 感度がね。あのー、なので、うん、やっぱり感度的にはこの ND 入れたくなるんだけど、まあ、相性のいい ND を探すしかないね。で、あの、バリアブルはやっぱ無理だと思うよ。あの、色かぶりが、もう相当高いバリアブル買えばいいのかもしれないけど、やっぱり、 色が変化するからね。あのー、ちょっとその緑かぶりとか黄色かぶりみたいなところは、ちょっとこのおまかせモードの時にはうまくいかんだろうね。っていう気がするね。うん。で、今もうおかせモードはやめました。諦めた。あのー、それから、まあ、S シネトーンもやめた。やっぱ S シネトーンは汚い。あのー、俺の中では無理。あのー、 うん、相当適正露出作っていかない限り、あれがレンジが広いとかなんとか言っていくかもしんないけども、もう俺はさっき編集した感じで言うと、いやなんでこんな汚いものみんな OK っていうのが、もう質感がなくなっちゃっていくから、あのー、どうしようもないね。ちょっとでもやっぱり大場目に取っちゃったらもうアウトだね。あの、あの、なんて、ガンマカーブはね。あのー、どういう思考かよくわかんないんだけど、 何を考えてんのかな汚いよね。まあ今この、えー、今ちょっとまだ編集してないか,分からこれわかんないけど、まあこのくらいはまあ普通にいいだろうなと。さっきの超高感度モードでも全然いい感じだったからね。あのー、っていう気がしますね。ということで、まあ一応は、えー、おすすめは、えー e、E 版に VAF。まあレンズ、だから純正レンズ、さっきのキットレンズがもっと綺麗に映るはずなんだけど、 東かいね。キットレンズの方がね。うん。という気がするよ。今、これは、アクティブ手ブレ補正モードになってるのかなちょっと、ちょっと変えるね。で、これでスタンダードだね。まあ、スタンダードは結構広いね。24mm はね。うん。まあ、インでないの。インでないの。ちょっとライティングが嫌な感じで少し直そう。まあ、インでないのかな。このぐらいの感じはね。うん。 ちょっとここでさらにじゃあ、えー、っと、ダイナミックにしてみようかで。これでダイナミック手ぶれ補正だけど、解像度はどうなのかないけてんのいけてんのちょっと皆さんで判断してくださいよ。いけてんの上からなんかオートフレーミングみたいなのもやってみるこれでオートフレーミングだそうですけど、いけてんのあ、行かないじゃん。やり方がわかんねえな。はい、これでオートフレーミングだそうですけども。 まず、改造感とかはどうなの相当クロップされててね。うん。まあ、面白いっちゃ面白いけど。意見の下の方まで。あうん、まあ、インタビューの時はいいかもしれないね。このぐらいね。ちょっと話せばね。もうちょっと話せばね。ちょっと改造感は後で考えまあ、見て、見て判断しますけども。モニター上ではまあいいかな。うん。あまあ、カクンカクンみたいなのも、泣きにしもあらずやね。うん。 うん、まあちょっとね、被写体が近いんで、近いという動きの、なんていうの予測がつきにくいからちょっと大変かもしれないんだけど。うん。まあそんな感じかな。面白いね。まあ、ということで、まあオートフレーミングもまあ、おも、面白かったと。面白かった。使えるときは使おうという気はするな。ちょっとね。うん。使ってみてもいいんじゃないかなと。うん。うん。 と思います。だから、ほまあね、あの、被写体がう動いて変な、変なとこでずっと喋ってるよりは全然、ね、違和感のある動きであったとしても、まあ、あの、いいんじゃないのっていうフレーミングしてくれた方がね、っていう、そういう場面はまあまああるんではないかな、というふうには思いますね。という感じなので、まあまあ、全体的にね、まあ、えー、ちょっとずつ乗りこなしてきたかなきたかなって感じだね。うん。 というところが、まあ、2回目のちょっと頑張って撮影してみました。よう、春風鈴さんでございました。じゃあね。